こんにちは、ハミスチーです。今日一人で映画館に行きました。一人で映画館に行くの多分 3,4 年ぶりくらい、めっちゃ久しぶりに行ったんだけど、映画館に一人で行くのが本当に嫌いで、なんでかっていうと、なんかさ、隣の人に肘置きとかドリンクホルダー両方取られて何にも使えなかったり、あとめっちゃ静かな映画なのにすごいガサガサビニールの音立ててなんか食べる人いたり、あと隣に座ってる人からものすごい異臭がしたり、なんかね、そういうなんか隣に座る人運がなくて、いつも嫌な思いして、なんか全然映画に集中できないから、だから映画館行くときは友達複数人で行って間に座らせてもらうか端っこに座らせてもらうかっていうのをして、だいたい切り抜けるって感じだったんだけど、でもどうしても見たい映画があったから一人で久しぶりに行ったら、今日映画の日だったんだけどガラガラで全然人がいなくて、周りにめっちゃ見やすくて本当に最高だった。だから今までのね、嫌な記憶塗り替えられたわと思って、すっごいハッピーな気持ちになりました。すごい嬉しかったな、面白かったしな。映画見るの結構しんどいなって思ってたんだけど、長い映像をねずっと集中して見るの疲れちゃうから、元気な時しか見れないって思ってたんだけど、全然面白くて見れたし、いやーいいよね。うん、ハミスチ昔映画がすごい好きで、いや今も好きだけど、昔はツタヤに通いまくって旧作100円とかのお店があったから狂ったように見てた時もあったんだけど、映画いいなって久しぶりに思っちゃった。めっちゃ普通のこと言ってるけど、でもさ、面白いって言われてるものってやっぱ面白いしさ、映画に限らずアニメとか漫画とか本とか何でも、いや世の中って天才がいっぱいいるんだねって思う。最高だよね本当に。才能ある人ってやっぱそれを生み出す義務までいかないけど、やっぱ義務に近いもの、使命みたいなものがあるよねって思った。いいなあ、ハミスチーも面白いもの作りたいな。最高だったな。そんな感じです。あとこれ全然関係ない話なんだけど、なんか自分をねドラマ化したり映画化するとしたら誰に演じてもらいたいかっていうのを昔からかれこれ考えるのが好きで、自分の周りの友達とか込みでキャスティングするのがすごい好きなんだけど、ハミスチーは。でずっとここ数年ハミスチー役を演じてもらうなら誰かっていうのを、まあ、考えてて、ずっと固定の人だったのね。満島ひかりちゃんに絶対ハミスチーやってもらうって思ってたんだけど、いやーね、いやおこがましいよ、大女優だよ。だけどさ、いいじゃん、これは格の話なんだから許してよ。でもね、ああ伊藤真理香もありだわって思ってる。これもおこがましいよ、おこがましいけどさ、でもさ、ハミスチーのさ複雑な心境、明るいのに暗いみたいなさ、熱いのに冷たいみたいなさ、そういうのをやっぱ演じてもらうにはそれなりの力量が必要だと思うからさ、そうだね、今のとこその2名かな、オファーするならね。いやハミスチーの人生ドラマ化したら結構おもろいと思うんだよね。笑いあり涙あり、最悪な出来事あり、最高の出来事ありでさ、みんなそうかもしれないけど、なのでみんなも自分をドラマ化映画化した時に誰に演じてもらいたいかっていうのを考えてみてください。すごく楽しいから
ファミチだけかな、これ大好きなの。大好きなんだよな、キャスティング大好きなんだよな。なあ、六本木クラスのさ、キャスティングもうすごい考えたもんな。あれも楽しかったな。なんかキャスティングをひたすら考える雑談をするやつとかもやりたいな。うん、あのファミスチだいぶ一人で喋れるようになってきたと思うんだけど、でもねこんなもんじゃないんだよね本当はさ。いや過信してないけど、ファミスチの良さってやっぱ人と喋ってる時に出るのよ。こうタイミングとかさ、コミュニケーション、一人で喋ってるファミスチよりやっぱ人と喋ってるファミスチの方が生き生きするから、人と喋りたいな、いつかな。誰かと喋ってる音声を YouTube でシェアしたら楽しいだろうな。喋ってくれる人募集します。ゆるぼです。いないか、いないな。うん、大丈夫大丈夫、一人でも全然喋るから。いやー、一人喋れるようになってきた、嬉しい。一言も発せなかったのにさ、緊張して。独り言だって言わないんだから普段。練習ってすごいね。身につくんだ、やっぱ。面白くなりてー、面白くなりてー。すごいこう取り留めのない、なんともこうね、話題がさ、あっち行ってこっち行ってだけど、いやでもほら記録って大事だから。今日は映画館がすごい良かったっていう、いつもさ、いつも私っていつもついてないわって思ってたらさ、本当についてる時のことも忘れちゃうから、あーなんでハミスチーが鳴るブリッジばっかり押せんだろうって思ってたら、普段スイス行ってる記憶が消されてさ、それだけって思っちゃうから。そうそうそう、いいこともあるから、生きてたらいいこともあるから。明日も行きます、明日も行きましょう。以上です、さよなら、バイバーイ。